はい、どうも、エルザレットです。それでは、動物の森やっていきたいと思います。そうだね。今回は鉄鉱石探しをやっていこうかなと思ってるんですけど、いやー、てかね、レシピがそんなに揃わなくて前から。どうも。ちょっとね、なんか聞いてみようかな。あれ？生き物を見つけたよ。はいはい。どうぞ。少量バッタ。どうぞ。へえ、オッケー。アプリとか教えてもらえるんだ。それだったらなんか解放されていくかな。生き物図鑑。サイズとか出てくるかな。新種の底。へえ。じゃあ生き物ちょっと何匹か捕まえて渡してみましょう。これトノサマバッタ。はいはい。どうぞ。はい、送る送る。DIY。お、なんかくれる？作ってみてるよ。お、本当？何教えてくれるの？じゃあある程度捕まえたら店に来た方が良さそうだね。おのはここか。おのがこのタイミングか。そしたらちょいと植物というか探し行こう。さあ、結構ね、6、7匹ぐらい新しいの捕まえたんで、生き物をね、ガンガン見せていこうかなと。さあ、まずさっき。どうぞ。お、今日渡した商品サンプルのこと一つ言い忘れたことがあるだろう。強い品種だから植えるだけで勝手に育つはずだけど、水やりして天に育てれば装飾し、交配させて珍しい色。そうなるんだね。レシピありがとう。そうだね。ギブアンドテイク、よく分かってるね。ってことはお前、無駄にあげて俺らにお金か使わせてるって感じだな。やっぱちょっとレシピがもらえるんだったら同じものは2匹捕まえておきたいね。どれくらい必要かだよね。お、フータさん。おー、フータ、おかげさまでぼちぼちだな。エーザラレッティ島で住み込みの管理人みたいなことやってるんだけど、でね、フータさんに見てもらおうと思ってお客さんに手伝ってもらって島の生き物を採取してるんだな。どれくらい集まったかって今のとこ5匹。そうだな。お、まさか。分かった、任せてたの。今じゃ接客中だからまた後でかけ直すだな。もうじゃあねー。これで来るのか。例の博物館長、あ、風太さんって言うんだけどね。島の生き物のことは話した。案の定すごく興味を持ってたからね。それで何ならこの島に直接調査に来てくれるって話になったんだ。というかで、エズザさん、え、何これ。古田さんよね。古田さんが、博
博物館か。あ、もういらない。もういらないよね。スコップが欲しいんだけどね。買い取って。そっか、スコップが欲しかったんだけどな。仕方ない。アイテムをね、そしたら風太くんの設置してっていうところまでで、ね、今回しましょうか。結局スコップは手に入らなかった。あ、でも斧売ってるんだ。しょぼい斧、パチンコ、しょぼい斧のレシピ初めてのリアル。あー、今斧教えてもらってもって感じだよね。なるほど。だって DIY はさ、これじゃなくて、しょぼい斧だってもう売ってるもんね。あ、新しく来た人のためにという意味ではありっちゃありかって感じだね。そうか、やはりちょっと高飛びせにゃいかん感じかな。まあちょっと風太さんの博物館のためにテントを建てましょうか。ということは風太くんのお手伝いしてさらにって感じはするね。さあ、どこ置こうかな。ついでに捕まえ。やけに捕まえな。そうだね。来てから、すぐ博物館があってもいいような気がするんだけど、後で移動できないって考えるかな。海辺に見える博物館っていうのも良さそうだね。こっち行こう。もうちょいそっちでもいいかなと思ったけど、君ゲッチュして、この辺りにしますか。でけえな。ここに決めよう。あ、もう立つんだね。はあ、それはいい。じゃあ、そうだね、思ったよりまだまだちょっと余裕ありそうなんで、一回あの基地に話して何もなきゃちょっともう一回マイル旅行行きますか。いやー、ポイントもたまるけどいろいろ使い方考えたいよね。あったよ、バッチリです。いいえ。明日か。ああ、また後日だね。買い取っていい。さあ、これと、これと、これ。808円。しけてんな。特に話してもなんかないよね。OK。じゃあ、マイル旅行券で。ちょっとね、行きますか。それで、問題はアイテム。
ダンボール、あ、本当にいらないもの、本当にいらないものが入ってたね。うん、どうしよっかな。この辺りは、あ、木材一応持っていくか。とりあえず行ってみよう。さあ、到着いたしました。今回のターゲットは私はです。読者の開催聞いたしますから、お帰りの際、動画室の前にはいつも声をかけてくださいね。言っておられる。待て、竹が見える。道具が欲しい。あとね、これちょうだい。どうか、ほい、竹がある。何か作ろう。あ、今やべえのがいた気がするの。あ、ちょっと丈夫にしておこう。これはね、今からちょっと使うんでね。一旦終わりにして、おお、ワニ、タツオ、え、ドラゴン、はじめまして。うちにしまってみる。いや、全くこんな感じじゃないんだけど、待ってるね。じゃあここに飛ばされてきた感じか。そんな都合のいい話はないと。ただスコップをね、ちょっと持って帰りたいんで、使わないとして、まあこれも食べとこうか。スコップは2個ぐらい持って帰る。段ボールいらなかったな。いらないもの持ってきてしまったな。石、スコップとりあえず2つあればいいかな。この辺りいるかっていう話もあるんだけどね。道具が欲しい。とりあえずスコップを交換。今ね、買えないっていうか作れないからさ、そもそもスコップは重宝するな。おい、じゃ帰りますか。帰りたい。おい、オッケー。いやー、竹か、和風だったね。そして、竜が出てくるっていうね。さあ、とりあえずマイレージ確認して。こんなもんかな。お、なんか新しいのが。あ、そうだね、化石。化石はでかいよね。これ、風太くんかな。そして3900溜まったね。また2000溜まりそうだね。やっぱ晴れがいいよね。
鉱石。石。いやこれ鉱石はなかなかしびれますな。もっとね広い感じだったらいいんだろうけど、まあまあまあ、とりあえずね、とりあえず手に入っただけよしとしましょう。ということで、今回はここまでにしたいと思います。そういえば、金色に光ってたところ、これも貼ってみようか、最後にね。現金。もう一回埋めとく。ちょっと置いておいて。なんかそれっぽいのがあったから戦火戦火ほい、お金だったら金のなる木の妖木金のなる木の妖木、これいいんじゃない？ちょっと家の前に、いや、なかなかいいもの拾った気がする。そしたら、まあまあまあ、こんな感じしましょうか。はい、ということで、今回ここまでにしたいと思います。金のなる木は次回家の前だね。に植えて、置きましょうか。はい、ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたな。